ジャパネットプレゼンツ日本菓子協会新春12時間歌謡祭第4部、アニソン界の兄貴水木一郎さんが12月6日帰らぬ人となりました。最後のテレビ出演となったのがこの歌謡祭、魂の歌声を届けます。今回郷田さんに本当に感謝です、以前からこの歌手協会でアニソンコーナーを作ってほしいって懇願していたので、そうでしたね、ひろこちゃんから何度も言われた、はい、そうですね、はい、でもこの方がいないとこのコーナーは始まりません。なるほど。もう我々はこの方の背中を見て、ずっとずっとアニソンを追いかけてきました、はい、今日は私のわがままを聞いて、こちらに駆けつけてくださいました水木一郎さんです。兄貴、そうなんです、来てくれてありがとう兄貴。頑張ってますね。いやもうすごい、皆さん水木一郎さんです。イエーイ。いや兄貴、もう本当に我々は兄貴の曲を聴いて育ったので、いやもう生涯現役を目指してもそうで、うん、ね、うん、皆さんも生涯現役で頑張っていただければ、はい、と思います。ありがとうございます。うん、兄貴のこの生き抜く力を歌声を通じて今日は皆さんにぜひ受け取って帰っていただきたいと思います。どうですかね、やりますかね、やりますか、やりますか。兄貴といえばマジンガー Z。 イエー、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を愛うな、飛ばせていけポケットパンチ、未だマジンガーブレストファイヤー、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の祈りをみんなのために、平和の祈りも愛ぐらおう、発射ネイチミサイルパンチ、今だなすんだウィストハリケーン、Z の Z を聞かせてくれた兄貴に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。水木一郎さんでした。水木一郎さん、ありがとうございました。一日も早く元気になって戻ってきます。イエーイ。兄貴ありがとうございました。尾藤勲さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、尾藤さんもいつもロックしててかっこいいです。ぜひお伺いしたいことがあるんですが、はい、明日のジョーの主題歌で途中ルルルルルっていうところが出てくるじゃないですか。オーディションだったんですよね。それで叩け叩け叩け、おいらにゃー獣のがーって歌ってる時に、レコードのスタッフの方が、八木正夫先生が作曲なさって、それで八木先生、やはりこの歌は尾藤さんでよかったですねなんて、歌ってる最中に、一緒で喋ってるんですよ、すごいレコード会社の人が褒めるもんですから、やっぱり俺だなーなんて思って、ふっとしたら歌詞が分かんなくなっちゃって、叩け叩け叩け、おい、え、なんだっけな歌詞と思って、その後しょうがないからドゥ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 って
ごまかして歌ったら、うん、そうしたらそのハミングみたいのが、うん、あの良いと、うん、そこは歌わないでルルルにしましょうって言うんで、そういうことでルルルになっちゃったということなんです。かっこいい。そうか、でもルルルだよね、あの歌は、うん、ね、絶対にルルルに哀愁と、なんか、はい、いろんなこう男のロマンとか戦いとか ルルルだけに感じますよね。そうですか、うん、じゃあルルルをしっかりと聴かせていただきたいと思いますので、はい、ご準備をください。はい、わかりました、お願いいたします、はい、何しろかっこいいですよ、尾藤勲さん、明日のジョー。サンドバッグに浮かんで消える憎い安畜生の顔めがけ、叩け叩け叩け、おいらにゃ獣の血が騒ぐ。だけどルル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 、明日はきっと何かある。明日はどっちだ、少年院の夕焼け空が燃えているんだ、ギラギラと。やるぞやるぞやるぞ、おいらにゃ戦う意地がある。だけどルル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 、明日はきっと何かある。明日はどっちだ。じゃあ アニソンの時代も平成、そして令和へ。1995年平成7年にテレビ東京で放送開始されたアニメといえば、新世紀エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン主題歌、残酷な天使のテーゼ、この人が歌ってくれることになりました、八代亜紀さんです。残酷な天使のように、少年よ神話になれ。青い風が今耳のドアを叩いても、私だけを見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、いざ行けない瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、
石を作る女神なんてなれないまま私は生きる残酷な天使のテーゼ窓辺からやがと飛び立つほとばしろ熱い音すれ思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれあきちゃんかっこいいありがとうございましたいやヤシロアキさんの世界ですねすごいすごいそして今ガンダムですひろこちゃん2022年公開の映画はい機動戦士ガンダムククルスドアンの島はいでしたよね、はい、そうなんです主題歌がすごい記録をはいおかげさまで、オリコンウィークリーベスト10入りいたしました、ね、よかったですありがとうございますその歌です産声森口ひろこさんですどうぞさは怖いものだね間違えば深い傷になるそう守りたいものがあるほど繰り返す約束にも迷う変わることのない幸せはあるの求める力は何かを壊すかもしれないさあこの手に今時を与えて羽ばたけるように見てる世界はそれぞれに正しいでも荒れた地平に訪れる夜明けは一つさあこの手に今時を与えて羽ばたけるように
さあこちらには黒沢博さん、そして日野美歌さんのお二人でございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人といえば、はい、3年目の浮気と男と女のラブゲーム。そうなんですよね。あの私は別の青城さんという方と、はい、あの男と女のラブゲームで、ヒロシ&キーボーですか、キーボーさんとね。私はキーボーと。ミカちゃん、うん、今一緒に歌ってた青井さん、どうしたの？子だくさんで、はい、幸せに、ものすごい子供が生まれてそうですか。いいお父さんになって、はい、ヒロシさん、キーボーはどこ行ったの？浜松の方にいらっしゃるみたいですね。ああそうなんですか、はい、つまり今お相手がいないお二人ということでございまして。そうでございます ね、 ね、はい、それならあのヒット曲を二人でやってみるっていうのはどうかなって私が思いまして。いいですよね。今日はヒロシ&ミカボーということで、そうですね、いきたいと思いますんで、はい、それではお二人中央へどうぞご準備ください。男と女のラブゲーム、3年目の浮気、どうぞ。飲みすぎたのはあなたのせいよ。弱い女の愛しさを。飲みすぎたのはあなたのせいよ。可愛いお前の強がりを。お久しぶりね、あなたが来るなんて。噂をしてたの女の勘で。仕事のせいさ、いつでも思うのはお前のことだけさ。嘘つきね、困らせる意地悪ね。わかるだろう、弱い女の愛しさを。抱きしめて抱きしめて返したくない。水割り行きずに古い傷、男と女のラブゲーム。飲みすぎたのはあなたのせいよ。可愛いお前の強がりを。抱きしめて抱きしめて返したくない。水割り行きずに古い傷、してんじゃないよ。お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ。お前のことだけは一日たりとも忘れたことなどなかった俺だぜ。よく言うわ、いつも騙してばかりで、私が何にも知らないとでも思っているのね。よく言うよ、惚れたお前の負けだよ。モテない男が好きなら俺も考え直すぜ。バカ言ってんじゃないわ。バカ言ってんじゃないよ。遊ばれてるのわからないなんてかわいそうだわ。三年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見てよ。両手をつ
おかえりなさい、みゆきさん。はい。なんだか帰ってくるの遅いなと思ったんですけど。はい。あの、振袖に着替えて時間がかかったんです。すいません、ごめんなさい。振袖。はい。あの、もう間もなく成人式に行かなきゃいけないものですが、実はあのみゆきさん、なんで今日振袖来てくださったの？あの、川中美幸としてね、うん、あの45周年なんですね。みーたん、45周年おめでとうございます。みーたん。いやー、だから自分山田邦子です。え、山田邦子さん。わ、邦ちゃん。邦ちゃん、もうありがとう。邦ちゃん、邦ちゃんもこそ40周年なんですよ。いやいや、先輩45周年、またあの大振り袖そうなんです。綺麗です。すいません、何。あ、ありがとう、くにちゃん。いやー、いやー、ちゃんとあのピンク色で今日ちゃんと作ってきましたんで。もうくにちゃんの顔見てるとね、他人のように思えないんですよ。そうですか。ちょっとね、ちょっとだけしゃくれているもんですから私がね、あのデビューの時に、うん、あのみーたんが先にドーンと売れてたわけです。はい、そうですか。うちの遠い親戚が、くにこは演歌がうまいねって言って、なんだろうと思ったらテレビ見て間違えてたんです。なるほど。もう大田さんね、はいはい、ずうずうしくですね、いつかデュエットなんかしたら嬉しいって言ったらそうね、できたらいいわねって。できちゃったの。え、な、え、で、何？できちゃったの。はい、新曲。新曲何？二人で歌ってるの？デュエット。うんうん、バスガイドさんから40年です。そうだよね。皆様、右手をご覧くださいませ、はい、一番高いのが中指でございます。これ40年もやってるね。もうね、笑い方も同じなんです。そうだ。でも、うん、そうすると、はい、その歌をなんか、邦ちゃんさ、みゆきちゃんより派手な格好してんだから、まあ、あと歌う気満々じゃないの。だから歌いたいの。いや、結局歌いたいってことを言ってるのね。スタンドマイク持ってきてもらえる？スタンドマイクこれ言うの？大変な、もうピンクレディ超えたんじゃないかって言うような。ピンクレディを超えた。本当にすいませんから。コマ撮り姉妹じゃないんですね。コマ撮り姉妹さんはもう超えられません。いや、そうですか。大先輩。はい、ちょっと、なんていう歌だって、はい、明日は今日より、はい、サプライズです。山田邦子さん、川中美幸さん。より
山田邦子さん、ありがとう。山田邦子さん、おめでとうございました。おめでとう。ありがとう。この歌元気出るね。邦ちゃんありがとう。邦ちゃんありがとう。川中美幸として認められたこの歌を忘れずにいつまでも歌ってってくださいよね。はい、今だからなんか表現できるのかなと思いますね。二人酒、川中美幸さん。さん同様苦労の末改名してスターの座を勝ち取った人でした。みゆきさんと同じ年が紅白の初出場でしたよね。 その時歌ったのは道のく一人旅、そして翌年2回目の紅白で歌ったこれまたヒット曲、旅の終わりはお前、山本譲二さんです。こんなにやつれてこの俺を待ったのか、眠り続けるエリアしに熱い思いが込み上げる、寂しさしのぎの酒に命を削っていたなんて、もう二度と離さない、世間の噂などだろうと「いつまでも泣かしたな」
指は外したその後はいつも涙で濡れたろう。お前が今日まで耐えた苦労は今から俺のもの。もう二度と離さない。どんな定めが邪魔しても何も申し上げることはございません。ただこの方の世界に酔いしれていただくだけです。三川健一さん、さそり座の女。いいえ、私はさそり座の女。沖の住むまで笑う愛はあなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついていく思い込んだら命命命がけよ。そうよ、私はサソリ座の女。サソリの星は一途な星よ。いいえ、私はサソリ座の女。お気の毒様笑う愛は女の心を知らないで騙して汚して傷つけた。わかんない男はあなたあなたあなたなのよ。そうよ、私はサソリ座の女。サソリの欲は後で聞くのよ。世界の平和、反戦への思いの中で生まれた歌。ベトナム戦争の中で作られた、そして世界的に歌われたフォークソングに花はどこへ行ったという歌があります。はい、今日は伊藤ゆかりさん、園真理さんのお二人が歌ってくださいます。野に咲く花はどこへ行く。野に咲く
初め反戦の歌として作られるようになりました、はい、日本の中で作られた反戦フォークの愛する人に歌わせないで、今日はですねこの歌をあのベトちゃんドクちゃんあのドクさんともご一緒に平和を祈るコンサートを続けているという歌手がいらっしゃるんです。ミチさん、ミチさんが手話を交えて歌ってくださいます。心にしみる名歌、愛する人に歌わせないで。もう泣かないで坊や、あなたは強い子でしょ。もう泣かないで坊や、ママはそばにいるの。あなたのパパは強かった、とても優しかった。だけど今は遠い
ちのことをあなたのパパは坊やとても心配してたの そしてこちらは焼身自殺という形で戦争への反対行動をしたフランスの女性フランシーヌ・ルコントさんを歌った歌フランシーヌの場合を歌ったお久しぶり新谷のり子さんでいらっしゃいますお久しぶりです、お久しぶりです初めまし て, めましてそうかそうなんですあの私ねもう随分歌うことをやめてたんですね、はいはい、そうです で,、ですけど郷田さんが、はい、今だからこの歌を届けてほしいと言ってくださいましてこうやって参りましたあのニュースが新聞に小さく載せられたのがこの歌のきっかけだったんですよねそうなんですねあのベトナム戦争、はい、そしてナイジェリアの内戦がとても激しい頃で餓死する人がいっぱい出まして、はい、それに本当に心を痛めてそれで戦争を反対するため戦をやめさせるためご自分の命を懸けて反戦を貫いたそんな女性でしたそうでしたよねやっぱり今だからこの歌やっぱり必要なんだと思うだからのり子さんには絶対今日歌ってもらいたかったありがとうございますフランシーヌの場合新谷のり子さんです フランシーヌの場合はあまりにもおバカさんフランシーヌの場合はあまりにも寂しい3月30日の日曜日パリの朝に燃えた命ひとつフランシーヌ本当のことを言ったらお利口になれない本当のことを言ったらあまりにも悲しい3月30日の日曜日パリの朝
ランシーヌの場合は私にもわかるわ。フランシーヌの場合はあまりにも寂しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ。フランシーヌ、太平洋戦争が終結して2023年で78年、日本はある意味平和の中でその道のりを歩んできました。戦地に赴いていたジャワ島で敗戦後に牢につながれ、32歳で獄中で亡くなった佐藤源治さんが遺書というか一つの詩を残しました。それに感銘を受けた郷田道人さんが曲をつけました。僕は唱歌が下手でした。郷田道人さんです。僕は唱歌が下手でした。通信用の音一つ今々しさに人知れず、お稽古すると母さんが優しく教えてくれました。兄弟みんな下手でした。僕も弟も妹も消化の時間は泣きながら、歌えば皆も先生も笑ってやめと言いました。
子だと褒めてくださることでしょう。褒めてくださることでしょう。ありがとうございました。なんとも切ないねえ、ね、だから僕たちがどれだけ平和の中で生まれ育ってきたのかなっていう、そうですね、しみじみ思いますよね、はい、うん、物もたくさんありますしね。そうだね、幸せもたくさんありすぎて見えなくなってるのかもしれない、うん、ですよね、うん、で今ウクライナのことを考えたら、はい、なんか切なくなるし、そうですね、一日も早く終わってほしいなって思うしね、はい、そしてこれからお届けするのもウクライナの戦争を一日も早く終えてほしい、そういう気持ちで選んだ歌です。ふみこさんが心を込めて歌います。愛しかない時、どうぞ。今二人が旅立ちの日に分け合うものが愛しかない時、無力な二人、喜びの日に輝くために愛しかない時、金も名誉も力も信じられる誓いを交わし、暗い片隅を日の光で飾れるもの、それが愛なら歌を歌い、声を上げて歩き始める。貧しい人コートで包む愛しかない時、戦う人々に明日の光を約束する時、愛しかない時、夢も希望も疲れ切って泥の埋もれてしまう、開いた銃口に話しかけるのに何も持たない、その時には歌を歌い、声を上げて歩き始める。
そしてウクライナの国の花ひまわり、戦争によって引き裂かれた夫婦を描いたマルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレン主演の映画の地平線まで続くひまわり畑が印象的でした。ひまわりの映画音楽とともに、もちろん伊藤咲子さんです。平和への願い、ひまわり娘、どうぞ。2022年で吉田拓郎さんが音楽の世界から卒業していくんですよね。そこでここからは吉田拓郎さんの作品集を、まずはこの方です。お入りください。僕笑っちゃいます、抑えきれずに。おやおや、殿、しんごちゃん、しんごちゃん、はい、この格好、どうもありがとうございます。どうしたんですか、その格好。私、10月に還暦を迎えました。本当？そうか、はい、だからその衣装。若い。初めてケンさんにお会いしたのは20歳の頃でした。もうそんなになっちゃった。はい。でも若い。そうです。若くてかっこいい。いえいえいえ、うん、かっこいいね。で、分かりやすい素晴らしい衣装。はい、今日は、はい、
郷田兄さんが貸してくださいまして、うん、実は去年僕1年後輩なんです彼がね、そうですね、年がね、はい、去年着た僕の衣装ですなんだよ新しく作ってやるよまあでもね、はい、慎吾君はその60歳を機会に、はい、なんかアメリカに行っちゃうっていう話聞いたんですけど何ですか。はい、今年度からちょっとアメリカの方へ旅立とうと思っております。何しに行くの。私英語が喋れないので英語が喋れるようになりたいなということで。 Me too ですよ。あ、もう英語じゃないですか。 Me too です。あの実はあのうちの家族は、はい、もう数年前から向こうで生活してまして、奥さんも、そうなんですか、はい、子供さんも、で娘とうちの奥さんはもうあの日常会話が英語なのでどうにか少し勉強した。素晴らしいね。勉強するために行くんだ。はい、でも芸能界卒業ってことではないよね。でもはい、あの自分はまあ卒業というわけではないんですけれども、うん、何年か経って帰ってきた時に、うん、また今日のようにお客様の前に立てる機会に恵まれるかどうかは分かりませんので、ひとまず皆様40年間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。近くに、はい、東京力車さん、はい、世界中回ってますよ。そうですよ、世界中回ってます。その格好で歌ってもらっていいですか。はい、大丈夫ですか。拓郎さんの歌を歌って、はい、いいですか。あげます。じゃあ東京力車、はい、一緒に踊ってくれますか。おう、わかりました。かっこいい。僕笑っちゃいます。風見慎吾、はい、よろしくお願いします。決まる瞬間急に君だけ飛び降りたんだ。叩いた窓には濡れた瞳が声にならない、さよならを告げてた。夏になったら砂浜で君を想えて呼びたかったよ。せーの、僕僕笑っちゃいます。君の笑顔を勝手に恋だと決めてたなんて。さっき僕僕笑っちゃいます。抑えきれずに、ああ笑っちゃって、ああ冬に心が凍えたら僕が抱きしめてあげたかったよ。せーの、僕僕笑っちゃいます。好きになるほど君を困らせていたんだなんて。僕僕笑っちゃいます。思い出すたび、ああ笑っちゃって、ああ笑っちゃって、涙なんかこぼします。みんなもありがとう、ありがとう。じゃあ慎吾さん、はい、ぜひ。ありがとうございました。また乗ってってください。はい、乗ってってください。お疲れになったでしょうから、じゃあ力車に はい、どこ行かせますか。はい、本職ですからね力車さんは。ひと走りカリフォルニアまで。うわーい、へい、いってらっしゃい。どうも長い間ありがとうございました。来年の歌謡祭には戻っておいでよ
拓郎さんご自身が歌って、森進一さんがレコード大賞を取った歌ってありましたよね、はいはい、襟裳岬、はい、この方たちもレコーディングしてるんです。今日は田辺康夫さんと九重由美子さん、中村八大さんのアレンジで装いも新たに襟裳岬どうぞ。北の街ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んで黙り通した年月を拾い集めて温め合おう。コーヒーカップに角砂糖一つだったね。捨ててきてしまった煩わしさだけを通り過ぎた夏の匂い思い出して懐かしいね。これも拓郎メロディー、昭和48年のルームライト、待ってました、由紀さおりさんです。あなたが運転手に道を教え始めたから、私の家に近づいてしまった。あの薬屋の角左に曲がると車はもうすぐ止まり、私は降りる。ルームライトにぼんやりあなたの横顔が見える。そのせいじゃなく疲れてるみたい。走り続けてはくれない、私の家に近
づいてしまった。あの薬屋の角左に曲がると車はスピード緩め私を降りる。急しさがすっかりあなたを疲れさせてしまい、もう話すことさえ辛いんだなんて。あなたが私の手を軽く握ってくれる頃、私の家が近くなった。この薬屋の角何回曲がっただろう。車はもうすぐ止まり私を降りる。ルームライトにぼんやりあなたの横顔が見える。もう送られることにも慣れてしまった。改めて由紀さおりさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お声掛けいただいてありがとうございました。こちらこそです。はい、拓郎さんとの付き合いも長くなりました。はい、そうですね、もう40年以上この歌は歌わせていただいて。そう、ちょうど48年の歌だから今回で50年になるんです。はい、あまりそこ深く言わないです。僕はね、はい、拓郎さんの歌でお姉さんを歌った歌だったら両国橋っていうのが好きでしたね。人から聞いた話だけれど、チャ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 、これでございます。ではそれピアノから聞きますか。いやいやいや、新しい作品は、はい、今度は拓郎さんではなくてどなたが書いてくださった。あのですね、このところ人生100年という言葉があちこちで聞かれるじゃない。まあそこまではちょっと歌うのはどうかなと思いますが、まあそんな年月はこれから先はあまり考えないで、毎日毎日新しい今日を生きて、自分の夢や希望や未来を諦めることなく、前を向いて突き進んでいきたい、そういう歌を川村ゆかさんという、あ、スマップの夜空の向こうの、ね、そうそうそう、あの詩をね、うん、お書きくださった彼女と3時間か4時間ぐらいぐだ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 喋って、はい、でこんな感じがいいわと言ったらこの作品を、なんていうタイトルなんですか。初めての今日をって。由紀さおりさんです。お願いします。夢見る時代を過ぎて今なおこの胸に宿る光よ、消えぬように灯しながら初めての今日生きてゆきたい。名前も知らないほとりのさえずり、朝露にきらめく青葉、何気ない日々の中初めてのときめきを見つけたい。激しく燃え盛る炎は
放していたらどんな人生だったでしょう。でも何も悔やまない、初めての今日が輝く限り。叶えて手に そしてこちらの司会席には武田鉄矢さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。よろしく。いつも昭和は輝いていた、ありがとうございます。いやいや、とんでもありません。もご協力ありがとうございます。感謝しております。はい、何をおっしゃいますやら、はい、まあ海援隊が結成されて50年だそうで。そうですね、もう早いもんで50年の歳月が流れてしまいました。メンバーさんにはどこで会ったんですか。中村とは17の時に高校2年生で放課後のクラスで会ったんですよ。はいはい、はい、どんな人でした。ムーさんって。いやだからもう本当に沈黙のみの男でね。ああ今もそうですけど、今も全然変わらないですね、うん、一日声を聞かない時がありますから。はあ、拍手っつって、あ初めてあいつの声を聞いたと思ったのが大体10時過ぎだったりとかね。夜の、そんなこともある。千葉さんは。千葉は大学生で可愛らしい子だったですね。ジョー・ミチルさんに似た。あ、そうですか。はい、それでまあぐずぐずやっていくうちにだんだんそのフォークソングという一本道を歩こうかという決意が。なるほど、はい、あのこれから海援隊、まあ哲也さんがど真ん中に入ります。皆さんの方から向かって右の方の方が喋らない人です、はい、そしてこっち左の方がイルカに乗った少年みたいな人です。ちょっとだいぶ老けてしまいましたけどね。イルカに乗ってるうちに、はい、新しい年やりたい挑戦とか哲也さんなんですか。いやいや、それはもうあの胸にたぎるものは未だ、はいはい、あの初めて出会った日々と全く同じくらい歌に関して、うん、フォークソングというジャンルに関しては胸に燃ゆるものがございます。大きい夢といえばやっぱりこうなれば大賞を目指したい、うん、レコード大賞。はあ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今年の歌謡祭では、はい、あんたが大賞を歌ってもらおうと思っておりますので、どうしてもそこ、はい、すみません。あんたが大賞。黙っていればいいものを酒の席とは言いながら始まりましたね。あんたの話、いろいろ苦労もあったでしょうが、自慢話が長すぎる。泣かせた女の数ばかり、威張ってみても男の値打ち上がるもんじゃないんです。あんたが大将、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 大将、大将、大将、あんたが大将。
世は全てチャンスなんだ、うまくいきたが得なんだと得意話がまだ続く。いろいろコツもあるでしょうが手柄話が多すぎる。風に吹かれて生きてたくせにいつの間にやら悟りきり、世界はあんたのためにある。 あんたが大将あんたが女王、あんたが会長、あんたが座長、あんたが番長、あんたが宮長、あんたが頭取、あんたが大将。ありがとうございます。あんたが大将というね、コンプレックスに満ち溢れた歌でございますが、なんとなく自分たちにはぴったりの歌だなというそんな感じがいたしまして、懸命に歌いました、はい、我らわずかギター2本でやっております。この道具の少なさ、これが私が歩くフォークソングという一本道の掟でございまして、ついこの間のことでありますが、秋田の方で歌を歌いまして、その秋田に向かう途中の列車の中で、その秋田の一つ手前で、列車が止まりまして、その駅が角館という駅でありましてね、春になりますとしだれ桜が綺麗なあの武家屋敷の並びの美しい北の町なんでありますが、実は遠い昔あそこであの映画を撮影したことがありましてね、その映画のポスターが角館の駅に降り立った私というそういう写真だったんでありますが、寅さん の裏側でやってる映画で、2本目の映画、裏側の映画なんですが、思えば遠くへ来たもんだという映画だったんですね。はい、恋人役は阿部静江さんという方でございまして、お顔の小さな本当にお人形さんのような方が恋人役だったですよ、映画の中ではね。その後割とがっちりなさいましたけども、その頃は本当に京人形のような方でございました。で、まあ、映画がまあまあヒットした、寅さんのおかげもありましたんですけど、それでその企画がテレビに行きまして、テレビでやろうということになりまして、私ではなくて、私はその頃あの荒川の土手歩く先生役やってたもんでありますから、どうしてもそのテレビは出られませんでしたもんで、私の代わりに引き受けてくださった方が古谷一行さんでございました、はい、先日お亡くなりになったということを聞きまして切なく、なったんでありますが、一つの役を、やっぱお互いに演じ合ったというそういう縁で、ございますんで、冥福になりつつしみじみその映画の主題歌をご披露したいと思います。思えば遠くへ来たもんだ。踏切のそばに咲くコスモスの花揺らして、貨物列車が走り過ぎる、そして夕日に消えてゆく。重視の頃の僕はいつも冷たいレールに耳を当て、レールの響き聞きながら遥かな旅路を夢見てた。思えば遠くへ来たもんだ、ふるさとを離れて50年。思えば遠くへ来たもんだ、この
先どこまで行くのやら。聞くもの流れに小舟釣りする人の影、川面に淡く浮かんでた、風が吹くたび揺れていた。二十歳になったばかりの僕は別れた女を責めながら一生死のうと泣いていた。恋は一度と信じてた。思えば遠くへ来たもんだ。今では女房子供持ち。思えば遠くへ来たもんだ。あの頃恋しく思い出す。汽車の汽笛聞くたびに僕の耳に遠く近くレールの響きが過ぎてゆく。思えば遠くへ来たもんだ。振り向くたびにふるさとが思えば遠くへ来たもんだ。遠くなるような気がします。思えば遠くへ来たもんだ。ここまで一人で来たけれど思えば遠くへ来たもんだ。この先どこまで行くのやら。海援隊の皆さんでした。直子さん、はい、芸能界の中で、はい、いろんな歌が好きでしょうけれど、はい、大好きです。芸能界で最も大好きな歌手って言ったらどなたなんですかね。最も大好きな歌手、はい、秋葉豊とアローナイツのリードボーカルの木下彰さん、うん、このこれね YouTube を見てて YouTube、うん、昔のあのムードコーラス通って甘い声で歌う方が多かったんですよ、はいはい、木下さんだけは違ったんですよ。違ったんですね。違ったんですよ。実はね、今回研ナオコさんは歌手協会の司会を僕に電話かけてきてやっぱり私やらないわって言ってたんです。でも僕はまだ決まってないのに木下彰が出るって言ったら10分後に電話かけてやっぱりやるわってなんと今回の司会を決めてくれたその人がやってきてくれております。大きな拍手で迎えてください。アローナイツの木下彰さん、はい、お入りください。どうぞ。さあどうですか。はい、なんて答えていいかよくわかりませんがありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます。もうね、あの木下さんの
あのステージじゃないんですけども、はい、全然違うステージで木下さんが出るっていう情報を得て、マネージャーが一緒に調べてくれて、はい、半田市っていうところまで車で行って2曲だけしか歌わないんですよ。ゲストだったんでね、はい、うん、それを聞いて、ああよかった、そうだ CD 買わなくちゃって CD まで買って、うん、帰ってきたんですけど、うん、今日ですね、はい、初めて会ってるって言ってるけど、木下さん実は健さんに会ったことあるんですって。あのね、多分覚えてなかったと思う。僕デビュー当時に隠れ現代放送に出していただいて、はい、その時に歌だけで出てるんですよ。そうなんですよね。その時にちょっとご挨拶はしたんですけど、もちろん知らないですよね、その時はね。いや、私のことはね、あのね、忙しくて、うん、それで、あの今と違って細かったんですよ。あきらさんね、はい、はい、すごく細くて、すごい、そう、今の半分ぐらいだったんです。でも今ちょうどいいと思います。そうですか、ええ、でもさ、中之島ブルースももちろんあるし、献身も定めもあるけど、はい、今日アキラさん何いきますか。あのね、諦めないでという曲を歌わせていただきます。これいいだ。あ、もういきなりタイトルが歌い出しから出てきますからね。そうですよ。直子さんの今の気持ちぴったりです。やっと会えました、アローナイ月の下アキラ、諦めないで。諦めないで、いやよ、いやいや、二人の恋を諦めないで、指をキリリと噛めば血が滲む噂なんかにゃ、負けたくないわ、強く強く強く、もっと強く、私も抱いて、諦めないで、好きなの乱れる髪が絡んで燃える、そうよ世間の人は冷たいわ、泣いたその手で涙を止めて、あなたあなた、気が生きがいなのよ、諦めないで、ダメよダメダメ、弱気になれば定めに沈む、外は三月春がもう近い、夢を一筋あなたと二人、生きて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 、あなた愛されいや、素晴らしかった。まあ直子さん、ちゃんと花用意してあるんだもん、すごいですね。びっくりですよ、ね、あのね、同じ同業者から花もらうってことであまりないもんですか。そうですよね、ありがとうございます。木下彬さん、大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。
直子さんよかったね。なんかすいません、ちょっとうるうるしちゃって、うるうるしちゃった本当にね。でも直子さん、はい、もうこうやって好きな人、なんか自分の夢って考えたら叶うんだね。そうですね、うん、ずっと思い続けたらどこかでそういう一瞬がこう来る時があるのかもしれないですね。そうですよね、うん、だから持ち続けるっていうのはやっぱ大事なのかなと思いますね。スタート。令和5年が明けました。新春初歌いデビュー15年今年の勝負曲です。どんこ坂三山ひろしさんです。あなたの涙は見たくない、苦労も幸せも二人で分ければ歩いて行ける、朗らしく日も吹雪の日でも、よいしょとこらしょでどんこ坂歩いて行きましょう。あなたと二人惚れ合い連れ合いだもの、背中に春風吹く日も近い、よいしょとこらしょでどんこ坂行きましょう。あなたと二人坂。ありがとうございます。続いてはデビュー30年市川由紀乃さんをお迎えしましょう。ますます光り輝いて、ヒット中石狩ルーラン16番地。石狩ルーラン16番地、雪雲潮なり、泣き「あなたが最後に見つめたはずの景色をポツンと見つめています」私残して風になったの、風になったの、
風花旅空捨てられば破れたガラス戸無敵なゆするあなたが最後にくれた絵はがき頼りに来ました最果ての街寂しすぎます寂しすぎますあなたを追いかけ風流れるここはホホーツク流氷カモメが空で鳴く会えないあなたをただ追いかけて一人港に佇む女大月みやこさんの出番です。北の果て緑が泣くだけ泣けと諭すより会えるはずないあなたあなたあなたを追ってる岬の灯台が起きゆく船を守るように明日の明かりをあなたあなたあなた灯して
さあこちらのお席、ピーター池畑慎之介さんです。皆様ご機嫌いかがですか。ピーターでございます。ピーさんはもう会うたびに足を折ったとか、はい、コロナから復帰したとか、もうビクビクさせることばっかりなんだもの。コキですからね、コキコキと足を折りました。コキって70歳でございますもん、早いもんでございますね。もうあっという間にあの16の可愛い少年が老けちゃってあ、でも今日の世界は、はい、なんかやっぱりあの P さんの腰地吹雪物語を感じさせるようなちょっとイメージがあるけど。そうですね、今回はあの越井さんの歌を歌わせていただくので、ちょっと今日は古希で紫ですよね。そうか、古希だから紫。今日下ろしたてのドレスを着て、まあ、こうちゃんの歌を歌わせていただきたいと思います。サンプラザ最後だからパーッと明るく越井吹雪ヒットパレードピーター。二人の恋は終わったのね、許してさえくれないあなた、さようならと顔も見ないで去っていった。男の心楽しい夢のようなあの頃を思い出せば、うんさと甘み悲しくて目の前が暗くなる、さと甘み「あなたの好きな人と踊って出していいわ」「優しい微笑みもその方におあげなさい」「けれども私がここにいることだけどうぞ忘れないで」あなたに夢中なの、いつか二人で誰も来ないとこへ旅に出るのよ。ゆるいこの酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい。あたしは恋人に捨てられてしまった。人はこのあたしをイラつきと言うから、あろくでなし、ろくでなし、なんてひどい思い古な歌で私たちを魅了し続けてくれたのが桂木由紀さんでしたよね。そうですね、うん、2022年6月に旅立ちました。悲しみを吹き飛ばすかのように歌います、ボヘミアン狩人の高道さんです。
幸せ求めちゃいけないでしょうか。また来るの言葉残して立ち去った人おへみよ自由に飛び回ることなど忘れてた女に愛くれた人あなたを待つボヘミア、おーボヘミア。しびれた、パワフル、明るくそしてパワフルに、そうなったらこの方に登場していただきながらいけません。スター錦野の錦野明、注いでおくれ。夜の夜の街も空の空の星もみんなみんな消えた二人だけの世界。熱い涙しておくれ。愛の愛の言葉も何も何もいらない。甘く甘く濡れた涙の口づけ。甘い涙
明るく激しくダンサブルに続けちゃいましょう。山本リンダさん、うららです。狙い撃ち。今でも春になったらそう思い出すこんな歌を、春うらら、田山正道さんです。
抱き合えば冷たい肌もポカリポカリ二人も一度夢の奥に漂う二人溶け合って朝の来るのも忘れそう。そしてフォークソングはニューミュージックという時代に変わります。ちょっとロックの匂いも入ってくるんですね。僕もちょうど1979年、北海道を根城にして自分で歌を作ってデビューをしました。今日はその頃の仲間が北海道から昨日わざわざ飛んできてくれました。五十嵐弘明さんです。もちろんこの大ヒットをペガサスの朝どうぞ。熱く燃えるまるで影のさ汗のしずくがとても綺麗だよ。めぐり愛は誰もいない海旅の儚い感謝したいのさ。そうあの日から時はペガサスの翼夢を羽ばたいて あなたとは恋と見えない友達でいたい。ハロー僕でサンライズ朝も歌の中には父から子供を見つめる愛情がいっ
ぱい詰まっております。父親だから伝えたい、全国のお父さんたちも一緒にこの歌共有してください。ホーム初出場、木山裕策さんです。日本歌手協会12時間歌謡祭、演歌の名人名曲まだまだ揃ってます。好き、香西かおりさんです。見慣れた街角にも季節は巡るのに、心は今もあの時のまま、身動きできないのよ。会いたい気持ちだけで
駆け出したけれど言い出せなくて抑えた思い伝えたいのはあなたにいつまでもそばにいてあなたを感じたいのこんなにもこんなにも切なくて恋しい好きだけどさよならしなけりゃいけないならば黙って真っ白なこの花を置いていってね別れのあいつ鳥羽一郎さんの平成のヒット曲です。カサブランカグッバイ。いつもあなたに言った別れ話はみっともないわ。ただ黙ってカサブランカ置いていってねドアの前。別れたい気持ち白い花にカサブランカグッバイ。喋らないのが大人の別れ。花を投げ捨てこれでいいさと小さく笑う。
と重ねれんか。お前の花が永遠の前重ねれんか。Goodbye。 別れてあげると小さな目を重ねれんか。Goodbye。 白いさよなら溢れて揺れて。です。フィナーレに向けて大詰めに曲はやっぱりこの2人、女性の鳥です。昭和55年日本レコード大賞受賞曲雨の慕情、もちろん八代亜紀さんです。膝が重さ覚えてる。長い月日の膝枕、タバコをぷかりとふかしてた。憎い恋し、憎い恋し、めぐりめぐって今は恋しい。いかがでしたか。あっという間の時間でした。そうですね、楽しかった。楽しかったですね。はい、今年はどんな新しい年にしよう。そうですね、やっぱり一回でも多くステージというものに上がりたいなと。 そうだね、そしてたくさんの皆様にお会いしたいと思います。新しい年も素晴らしい一年でありますように。大好きな人と手を取り合って幸せな道を歩んでいくのです。大詰め、お前と二人、五木ひろしさんです。
ップコールス取れない女とこの胸にか細い手を添えてああ泣きじゃくる人昔のことは忘れろよ今のお前がいればいい幸せを幸せを今日から二人で やつれた薬指もう二度とお前を離さないああ涙を拭きまぶたを濡らす泣き癖は変わっちゃいないねあの頃と幸せを今日から二人で昼12時から12時間にわたってお届けしました日本歌手協会歌謡祭全部見ちゃいましたかありがとうございます2023年も歌手協会60周年記念行事が目白押しです4月26、27日には歌の祭典2023そして10月26、27日は50回目の歌謡祭を迎えることになりますどうぞご期待ください今年こそ皆様にとって明るく健やかな一年になることを祈りつつ日本歌手協会新春12時間歌謡祭お別れですまたお会いしましょう合田道人でした